あ、向きがまだ悪い。ガス欠。なんか出航したらガス欠です。この私たちの今回の兆候の何かね、このね、吉兆かもしれない。吉兆。なんででしょうね。吉兆だよ、吉兆。向きがわかんないんですよ。どうする？なあ、バタ足得意だろ？お前ら二人エンジンだからな。上エンジン、下げエンジン、頼むよ。なあ。ソース出しましょうか、そろそろ。助けて。まだ電波届きますから。助けて。助けて。あ、分かった。わかりました。よし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 。よっしゃ、こんなぐらいのトラブルな。いつもの星野義雄のチャンネルのトラブルに比べたらへでもねえわ。なあ、大丈夫だよな、全然な。大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。よっしゃ。お疲れ様でした。大量だったな、今日の釣りな。楽しかったな。やりました、楽しかったな。何釣った？めっちゃ釣りましたよ。めっちゃ釣った。いろいろ釣ったよな、なんかな。何釣った？視聴者。視聴者、視聴者3000人釣りました。また釣られちゃったよ、星野義雄に。視聴者がかわいそう。よかったよ。おー、すげえ、なんか雨も降ったしな。でもな、釣果すごいよな。で、その釣果は秘密だよ。なあ、3密だ。絶対秘密。な。よっしゃ。一仕事終えてね、一仕事終えてもう一つな、仕事今日はな、うん、な、出直しな、出直し、出直しだろな。見事に遭難した私たちはな、3密ダメってゆり子が言ってて、そのゆり子の怒りに触れちゃったからな。だから船がエンジンかかんなくなっちゃったからよ。俺ら4密だから。でもな、3密じゃねえからな。ここだ、ここ、ここか、ここか。次の職場、私たちの職場、ここです。いや、風通しいいな。全然3密じゃねえじゃん。次はニョロニョロくんね。ニョロニョロくんをね。ニョロ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 くんはでかいのが釣りゃいいけど、あの、毎年やってるんですよ。ああ、結構上がります。夜でしょ。でも、いや、夜じゃない。ここは何、ここから乗り越えていくの？乗り越えていくの、これを。いや、もう こっからやるしかないです。あ、こっからやるんだ。はい、ああ、こっからやるの。あ、なるほどね。で、ここにこう立てといて。うん、もう竿を越えて引っ掛けて。ああ、なるほど。あ、そういうことね。大関、これ10匹ぐらいしか入ってない。すげえちょっとしか入ってないんだよな、これな。高いんだこれ。ミニス、これは使って。でもでかいよこれね。ほら、こんなでかい。やったよ、でかい。うわわわ、お前ちょっと、おい、頼むよ。あ、お前な、頼む。深いのかな。そんな深くないな。そんな深くない。じゃあこれな、電話待ち。電話待ちの鈴をつけますね。いつ電話が来るか分かんないんだけど、電話待ちな。これここに置いといた方がいいな、コーヒーな。お、持ってかれちゃうかな。なんかなんとなく安定しない。なんかこれなんか安定しないね。横にするんですよ。おお、なるほど。おお、さすが。ああ、なるほどなるほど。おお、さすが原住民だけのことある。おお。
ってるよ、なんか生後釣ってたって、ほら生後、あクンクン匂い嗅いでも分かんないよ、うん生後だ、うん、まあ生きている状態で匂い嗅いでも分かんない、あの食ってみないと、うん、本当に臭かったんだけど、うん、生きてる時は分かんないでしょ、あ生きてる時は分かんないよ、うん、ボラとかもそうだけど、焼いた時に気がする、焼いたっていうか食ってみないと分かんない、あ次なる釣り場ね、我ら四密釣り難民ね、四密釣り難民は、ね、うん、三密禁止四密なっていうことで、釣り難民第三の釣り場は こちらです。もう今日はな遭難したみたいなもんだから、ほとんどねだよな、うん、さっきのところはチャリチャリって言ったけど、当たりはあったけどかからなかった。でも太陽がほら出てきたよね、なんかちょっと明るい、なんか日差しが出てきて、なんか心なしか心にもなんか希望の光が湧いてきたような気がするんだけど、それは気のせいかもしれない。ここ？ああここならなんかさっきのところより全然良さそうね。うん、売店もあるし本当に。なんかいやどこでもあの、うん、じゃあその辺で。よしじゃあな、第三の釣りはちょっとなんかいいかなって感じが、ようやくなんかまともな釣りができそうな、よかったよ今日、今日あそこでもって終わってよ、やったらもうね帰ったらボーツだもんね、動画確実にボーツだよ、ここいいじゃん、ここほらここ期待できそうじゃん、まああんまりガチャガチャっとくっつかないで、じゃあみんなお祭り防止で少し離れてよ、これな離れてな、よしでな、だいぶ流れが出てきたか、左の方に流れていくようになったな、え潮が引き潮に転じましたか、なんかほらほらすげえ流れてる、よっしゃ少し下流に向かって投げるか、すごい潮が流れてるね、ねえそうだね、だいぶ広がらないと、これ左の方にすごい流れてる、なんか今敗北の音楽か、あ17時の音楽だ、敗北の音楽だと思ったら、あそうかよ、試合開始の音楽ならいいんだけどな、これかな、なんかこいつになんか電話がかかってきた、かかった、あかかった、かかったような気がする、ほらかかった、かかった、ガクガクしてる、カタ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 、これはうなぎじゃねえだろ、え生後か、生後、ほら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 、カタ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 、かかったよ、でもかかった、わかりましたわかりました、うなぎであってくれ、頼む、うなぎであってくれ、うん釣れてるよ、うなぎであってくれ、成功者ないのにしてくれ、ミミズじゃなくて青磯です、こっちは青磯の方です、あーほらほらシーバスだ、あの成功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 、いやあの成功だ、成功だよ、ほらせーのそらーっと、あー来ちゃったよ、これどうするよ、持ち帰るか、おい、ブラックバスに見えるんですよ、細いな、すげえ細いブラックバスだな、ちょスカリがあるからスカリに入れて生かしといてだな、後で最後に検討する、そういうことにするな、当たりじゃねえだろ、
お祭りした？はい、どうも。ちっちゃいですね、ごめん。ちょっと撮って。よいしょ。いや、撮れますよ。撮れるでしょ、これで。はい、撮れました。すいません。はい、どうも、すいません。そうです、どうも今日はここなんですよ。船釣りで来たんだけど、船がなんか調子悪くて、それでまあしょうがないからおかっぱりでうなぎとか言って、うなぎは釣れないですね。今なんか西郷が釣れたけど、さっき青磯目で、なんか西郷しか釣れないみたいな気がするんだけど、まあもうちょっとやって帰ろうかって感じなんですよ。やっぱり、やっぱりシーバスなんでしょ、この辺は。シーバスです。あ、ね、どうですか、シーバスってこの辺なら食べられないでしょ。食べないです、ちょっと強いね。でこの間一匹エラーちょっとやっちゃったのあったんで、ああ持ち帰ったんですけど臭いです、ね、ああやっぱね、そうですか、わかりました、ありがとうございます。やっぱりそういうことか。かかってるかかってる、またシーバスか。ああかかったかかった、ああワクワクしてる。多分シーバスだろう、小さいな。生後か、さっきぐらいの大きさの生後か。うなぎの引きじゃないような気がする。うなぎの引きこんなじゃないもんな。いや、わかんない。なんかこっちはでもミミズだからであれだけど、シバスじゃないの？ほら、違う。ああ、まただよ。また。濁いだ。濁い。濁い、濁いだ、濁いだ。そう、いや、俺食わないよ。食わないですか。うん、やべえ、俺だけだ。旧江戸川というのに意味があるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そうです。はい、地元の食材を、はい、大切に命をいただく。いただきます。はい、行ってみましょう。観音寺さん、食べます。観音寺さんにお持ち帰りになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よしよしよし、何時だよ。ああ、ほら19時3分。ダメだな、なんかな。まあ今日はこのぐらいにしとくかね。まあ成功と濁いが釣れたからそれでいいか、釣果なしということでね。まあ釣りを楽しんだと、そういうことだな。私はこれで納棺します。うん、負けました。負けました。いや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 、今度またエンジンが調子良くなったらぜひとも乗せてください。よろしくお願いします。お願いします。まあこれからあれ、星野さんはキャンプなんでしょ？そうです。うん、頑張ってくださいね。な、三密にならないようにな。三密すんなよ。観音寺さんと三密してんじゃねえぞ。いいな、わかったな。うん。あのね、同じ一人用のテントなんだろ。一人用のテントで二人入ると三密どころか二密だからな。わかったな。え、くっつくなよ。1メーター以上くっついちゃダメだぞ。わかったな。子供生まれちゃうからな。うん、じゃあということで、うん、じゃあまあ気をつけて、うん、またまた次行きましょう。はいはいはい、どうもー。はーい。負けたよ。負けた。